北北炭醸造株式会社の堤野孝之です。私は北海道で約15年間クラフトビールのブルワリーで醸造責任者をしてきました。今回私はですね、北海道の上富良野町で新たにブルワリーを開業予定で準備をしています。北海道唯一のホップ栽培されている上富良野で、上富良野産ホップ 100% を使用したクラフトビールを作ろうと思って頑張っています。北海道内だと上富良野のみですね。上富良野以外では現在はホップは栽培されてないと。品種でいくと今はアメリカンホップのカスケードの種類ですけれども、今後そのホップ農家さんが種類を増やしてくれるということなので、3年4年5年後ぐらいにはおそらく量的には作るビールすべて上富良野さんホップがいけるんだよね。まずブルワリー自体がすごいお金がかかるものですから、釜だったりタンクだったり、あとボイラーだったり冷蔵庫だったり樽だったり、まあいろいろありますんで、工場の改修費とかもかかりますけれども、今回は発酵タンクですね。発酵タンクも全部で8基ぐらいは予定してますけれども、そのうちの3基分を皆さんのご支援で購入させていただきたいなと思ってます。今回地元産のホップ 100% で、ビールを作るという、多分他世界でも他に例を見ないようなユニークなブルワリーになるはずです。それを住野君 の確かな技術でですね、ストイックでありながらも緩い応援したくなるような楽しいブルワリーに絶対なると思うんで、僕らも応援してますし、これをご覧の皆さんもぜひサポートをお願いします。堤野君は口数は少ないですが、とても熱い人間で、また素晴らしいビールを作るブルワーです。私は美味しいビールが増えることでクラフトビールの業界がさらに盛り上がると思っています。堤野君が目指す上富良野で地元産を使ったビールはとても楽しみですし、また心から応援しています。素晴らしいビールを作る私たちの仲間へ、ぜひ皆様の応援よろしくお願いいたします。基本自分が好きなビール、自分が飲みたいビールを作ろうと思ってます。それは今までもずっとそうやってきたので、上富良野でもそういう自分が飲みたいと思うようなビールを作っていこうかなと思います。やっぱ仕込んでる時ですよね。仕込みの匂い嗅ぎながら、モルトの匂いだったりホップの匂いだったり、まあ気持ちいいですよ。絶対に美味しいクラフトビールを皆さんに飲んでいただけるよう頑張りますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。